こんにちは、おやさん専門税理士の渡辺浩二です。今日ですね、税務相談 Q&A、 贈与契約書の作成、辞書は必要というテーマですね、お話ししていきたいと思います。はい、では今日の質問内容になります。父から現金110万円の生前贈与を受けようと思っています。セミナーで贈与契約書の文書はパソコンなどでの印字は OK ですが、各人の名前だけは辞書でなければならないと聞きましたと。辞書っていうのはですね、自分で、ね、署名するということですね。自分で書く、名前を書くということになります。で、父が高齢で辞書するのが難しいのですが、どうすれば良いでしょうか。こういった質問のようになっております。このチャンネルではですね、大家さんの税務相談の Q&A を1日1つずつですね、解説していっております。私が過去メルマガで書いていた相談内容から厳選してですね、紹介していっております。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンですね、ポチッと押していただければと思います。それからメルマガの登録ですね、こちらも概要欄から無料でできますので、こちらもぜひですね、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、回答の方に行きたいと思います。まず贈与っていうのはこれ契約行為ですね。契約行為ですよと。ですから書類は必ずしもですね、必要ないということになります。当然口頭でも成立するんですよ。なぜかというと、あげる側ですね、贈与者ともらう側、受贈者というんですけども、その意思が合致していればですね、合致していれば契約としては成立する。それは文書じゃなくてもいい、口頭でもいいよという形になります。むしろこの意思の合致がないとですね、絶対に成立しないというものになってくるということになります。ですから契約書をですね、必ずしも、ね、辞書をしなければならないというわけではないです。辞書がないと無効ですよっていうことではないということですね。で、名前が印字であったとしてもですね、意思の合致があれば契約は成立しますよということになるわけです。ただしですね、ただし意思の合致が本当にあったかどうかという観点においては、辞書をしてあることが望ましいんですよ。これは望ましいですね。全て印字で記載してあって、辞書の部分がないとですね、本人の知らないところで勝手に契約書を作成したのではないかとですね、疑われるという可能性があるわけですよ。全く辞書なくですね、印字してあって、ただただ判子をしてるだけだったら、これ勝手に作ったんじゃないのというふうに疑われてしまうということですね。特にご高齢の場合ですね、ご高齢の場合は、もうすでに認知症になっていてですね、で、認知症になってしまうとですね、意思能力がないと判断されてしまうとですね、契約が無効になる可能性があるんですよ。そもそも意思の合致がないわけですよね。契約というのは意思の合致ですから、もうそれができないんじゃないかということでですね、これはもう無効ですよと言われる可能性があるということだということです。で、しかしですね、ご高齢の場合には認知症になっていなくてもですね、いなくても手首の力が弱くて辞書できないっていうこともあるわけですよ。で、そのような場合はですね、名前を印字にして印鑑をですね、実印ですね、ご実印で押印してもらうといいでしょうということになるわけです。まあ、実印であればですね、誰もが勝手に押印できないというため、本人の意思ですね、押印したと推測されるので、まあ、証明力が高まるということですね。まあ、そこら辺の3問版でですね、押すよりも実印の方がですね、その人が、ね、ちゃんとですね、実印をこう持ってきて押したんじゃないかっていう推測がされるということです。ただしその実印が本人が管理しているというのが前提ですよと、ことになるわけです。もっと言うと印鑑証明書ですね、印鑑証明書を一緒に添付するとより証明力が上がりますよと。印鑑証明書というのは基本的には本人じゃないと取れませんので、なのでそれを一緒に添付すると、あ、確かに本人が押したんじゃないかというですね、証明力が上がりますよということになるわけです。ただしですね、絶対に辞書実印でないといけないということでもありませんということですね。まあ、本人が契約したことをどうやって立証するかが問題なんだということだということです。例えばですね、第三者に立ち会ってもらってですよ、立ち会ってもらってその場で契約してです、第三者の立ち会い人のですね、署名押印をもらうというのも一つの方法かと思います。その第三者が証明してくれるという話ですね。つまり意思が合致しているかの信用力を上げるためであれば、特にですね、辞書にこだわらなくてもいいですよと。辞書してあった方が証明力が高まりますよと、まあ、そういった意味だというふうに捉えていただければいいのかなと思います。